夢ラジオ第5422回、今日は令和5年8月20日日曜日です。時刻は午前11時半、あと30分したら正午の、そんな午前中ですね。紫外線が強い夏の空ですけれど、もうセミの声はだんだんとつくつく帽子に変わりつつありますね。もう今日で20日ですよ。晩夏の頃、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと寂しいですね。風も涼しくなってきて。さて、今回は兵庫6区で参政党の公認取り消し、こんなタイトルで話しましょう。兵庫6区で参政党の公認取り消しですね。衆議院選挙に向けて公認候補を今決めつつある、そういう参政党で、兵庫6区では太田さんっていう男の人、40代の割と活発な感じ、そういう人が決まっていたようです。ほぼで、ほぼ決まっていたんだけど、正式にではなく、もうすぐかな、もうすぐかなと思って、この太田さんは待っていた、公認が出るのをね。で、太田さんには支持者もいっぱいいて、この人は参政党で大阪、そして兵庫、こういったところでこれまでも凱旋を行っていて、またゴルファーとしてもそれなりの腕前のお方のようです。ですから、なんか人気ある人で支持者も多かった。ですから、兵庫6区から参政党公認として出るぞと、通んないよね。衆議院小選挙区で通るほど参政党はまだ力がないけど、まあ太田さんとしてはやる気満々と。ところが今回公認取り消しで、それを支持者の皆さんの前で発表して、その発表している様子を YouTube に撮ってあげていましたね。なんでこの人気あるその男の人が公認取り消さの、取り消されたのか、ズバリですね、安倍元首相の銃撃事件に関して調べすぎたというか、それがその調査がというか、彼なりに調査をしたんですね。私もいくつか見ました、太田さんの真相に迫る動画で。ちょうど1周年が7月でしたから、7月の頃にたくさん大和西大寺の現場に行って、その検証動画っていうのを上げてました。まあ太田さんによると、その向こうのビルに銃弾が当たってるということは、その容疑者が安倍元首相に対しては、実際に言われている場所よりももっと違う場所から撃たねばならなかった。もっと容疑者は違う場所から撃たないと、その弾道は向こうのビルに当たったりしない。で、ビルに当たったことは、まあ、証拠として上がっているわけですよ。そうするとですね、その実際に山上容疑者がいた場面というのは映像でも残っていて確認が取れるでしょ。でそこからいくら撃ったって、向こうのビルの方に当たったりしないと、実際に当たったと言われるビルの方に弾道が向いたりはしない。つまり容疑者の銃は空砲であって空っぽで、もっと別な銃弾が安倍元首相を狙ったんじゃないか。
まあ、こういう推論をねおやりになってるんです。でこの推論は実は太田さんだけでなく他にもいっぱい、というよりこの夢ラジオですらあの別な狙撃犯がいたんじゃないかという話は事件が起こった後すぐはお話はしていましたね。ただしもう証拠が出てこないし、で証拠ない以上いくら喋ってももう陰謀論になりますから夢ラジオでは早々に切り上げたんですけど、ただこの真犯人は別にいるっていうこの検証をですね随分詳しくやってはったんですね、この太田候補は。でプラスなんかあの現場には今もね警察関係者なのか何なのか、多分警察関係者ですね、そういう人たちが今でもいて、でその人たちにこの太田さんがね自分も検証しようと思ってるから、あこの人ら何やろうと、何調べてるんやろうということでカメラ向けて、ほな向こうかてあんた誰っていうふうに言ってくるじゃないですか。でこっちかて知らん人から誰って言われて、あんたこそ誰やみたいな。で向こうがいや私はあのねというふうに身元明かすことはありませんよね。ただどう見てもあの、まあ、警察関係の人でしょうね、あの佇まいだと。でそういうのをじーっとこう撮影するようなそういう動画も上げてらっしゃいました。でね、イメラジオでよくお話しますけど、あの安倍元首相の銃撃事件っていうのは公安事件ですから、もう証拠が出ないようになってるし、まあ真犯人がいたとしてもそんなの出てこないんですよ、もう出てこないようになってるんです俺は。だからまあそれが分かってて、だからもう早々にやめたんですよね。だからこういううごめく人たちも1年経ってもいるわけですよ、その現場には。でそれをまあいろいろ撮ってると。だからそのこと自体はね、こういう事件を掘り下げるという点では太田さん素晴らしい YouTube 活動なんですけど、参政党としてはこういうことを YouTube で上げるお方を公認はしにくいということで取り消された、まあ、そういうことのようです今回ね。ただしこのこと自体は、つまり太田さんが YouTube をやってらして情報発信やってると、 Twitter でも情報発信やってる、しかもこの太田さんが頑張ってこういう動画をいっぱい上げてるのは今8月なんですけど先月の話ですよね。で太田さん曰く、これから参政党の公認になるんだったらこういうあの真相究明動画も当分はできないだろうから、じゃ あの公認される前に頑張ってやれるとこまでやっとこうというノリで一生懸命その真相究明動画をお作りになったらしい。まあ、それがあだになってと言うべきか、公認の取り消し。参政党ならありそうですよ。組織政党ですから、あんまりおかしなことやってもらっては困る。つまり、こういう公安事件に関してですね、その、掘り下げるっていうのは、個人で自由にやるんなら、それはそれでいいんだけど、その、政治家目指します、特に国政選挙目指します、今から選挙出るんですという人にとってマイナスで、しかもその影響が、参政党に及ぶ可能性がある、そういう時すいませんとちょっと今回の選挙はあの公認できませんとなったんでしょうね。組織政党ですから参政党としてはしょうがないことでしょう、うん、この判断は参政党としてやむを得ないと私は思う。で太田さんも参政党には感謝しかない、うん、だけど参政党は離党する、そしてこれからは無所属で頑張ると。ただし選挙出ませんかのオファーはなんか参政党の方からオファーしてきたというそんな口ぶりだったんですけど、それはどうなんでしょうね。参政党の方から言い出してるのに、そのやっぱり公認できませんでしたとなったんでしょうか、どうなんでしょうね。ただ太田さん自身がさっぱりしたお方で、別に兵庫6区にこだわらない、全国どこから出ても構わない、そして僕よりね太田よりいい候補者がいるんだったら公認取り消されても全然いいよという、そういう立場でもあったらしいので、
今回のこの取り消しもやっぱりかということでさっぱり受け止めになったようです。参政党はというとこの公認取り消しだの党員資格剥奪だのっていうんでそれをやられた後に参政党に対しておい神やみたいななんか逆にアンチになるという非常に醜い出来事が昨年から今年にかけて起きましたが、この兵庫の太田さんに関してはそれはなさそうで、参政党に今も感謝と、けれどここまで来たら党にはいられないから離党しますと、けど参政党を応援することは変わりない、ああよくぞ太田よくぞ言ったと。だからこれでね話が違うとか、そもそも立候補のオファー持ってきたのはそっちだろうとか、なのに公認取り消しって手のひら返しはないんやと、自分に支持者ももういてるのにそういうことを何一つ考えへんのかとか、真相究明は自由な、ね、行動で自由な活動であってそれを禁止するっていうのは参政党ファシズムじゃないかとか、勝手に決めるってなんやこの独裁はとか、こういうことも言いそうでしょ。太田は言わない、はい、言わなくていいと思います。それはね、参政党からやっぱり立候補するということは、特に国政に立候補するということはこういうことなので、これでもこれ参政党に限らない、一定の組織政党だったらその調査もされるし、ね、身辺調査もされるし思想チェックもされるし、そしてあんまりぶっ飛んだことはやってもらっては困るということ。だからぶっ飛んだことやりたいなら立花さんとこ行って、で NHK 党だったらもう何でもかんでもありでしょうからですよ。これでね、国政の公認はできないけど次の地方選挙どうだというこの打診もあったようです。だから神谷さんが言ってた国政選挙で立候補していただいて、で多分ダメだと、小選挙区では一人も受からないと、けれどそれだと参政党がその人を利用したという感じになるので、その人には次の地方選挙に優先的に回ってもらって、それで議員になってもらう、これは言ってたけど、その言葉は割と忠実で、この太田さんにも公認取り消しの代わりに次のどこかの地方選挙でという話はあったようですが、太田さんは断ったようです。それでいいと思いますね。まあ今回のこれで分かるのは、参政党ってこんなに独裁なんだねとか、参政党ってそんな、ね、自由な活動を認めない、ファシズムの党なんだねとかっていうのは簡単ですが、どこの党もそうですから、で参政党もそういう党の一つだということですね。それはね、その意味においては自由にやりたいんだったら参政党には一定の距離を取っていた方がいい、応援するにしてもね。私も参政党はまあ応援しているつもりなんですが、これはこれであんまり近づかないようにしようとは思っております。自由な発言はできません、参政党では。自由な活動もできないです、それはね。イメラジオ、今回は参政党についてお話しました。日曜日です。もうすぐ正午ですね。